3連勝中好調の甲府対首位を走る大分というそんなゲーム。立ち上がり早々動きます。3分です。ここで甲府がチェックに行ってボールを奪ってから金園でした。そうですね、少しパススピードが弱いところですけども、うまく狙い取りしましたよね。それを見事落ち着いてゴールした金園、見事な先制点でしたね。さらにその1分後に追加点です。小塚がそのまま運んで浮かしてゴールイン。まあ、ここも横パスを引っ掛けてゴールに一直線向かったシーンでしたけどもね、狙い通りな展開ですよね、甲府にとってはね。さらに6分です。ここは堀米が行きます。堀米が運んでいって小塚落としての最後は佐藤でした。もうゴールへ向かうプレーがね、そのままゴールに直結してますね。開始6分で3得点の甲府。さらに15分です。小出カットしてそのまま上がり、金園ポストに当たりましたが堀米から中、また小出でした。ここもそうですよね、前を前へっていうね、プラン通りな展開になりましたよね。そして27分はカウンターからエレル・リマ、小塚とのワンツーで決めていきます。まあ、この辺の時間帯大分のディフェンスラインも少しね、こう落ち着きがなかったですからね。まあ、前半のうちに1点は返した大分、福森から馬場でした。まあ、馬場も好調でしたから ね、 そうですね、まあ、チャンスで点入れましたしね。自身今季7得点目でした。そしてエンドが上がって後半です。後半メンバーも変えて臨んだという大分ですが、これは76分後藤のゴール。まあ、少し甲府が受けに回ってはいましたけどもね、大分らしいサッカーは見せれましたよね、後半ね。そして88分、少し大分に流れというところの中での途中出場のリンスのゴールでした。これはね、甲府にとってリンスにとっては大きな1点でしたね。そうですね、終わってみれば6対2、甲府の勝利です。